欧州の2つの聖杯を手に両キャプテンが姿を見せました。ウェファースーパーカップです。チャンピオンズリーグ覇者にとっては負けられない、ヨーロッパリーグ覇者にとってはビッグチャンスです。共に長い戦線を勝ち抜いてきた両雄、どちらが勝ってもおかしくありません。今年度の欧州の主役が集うスタジアムは超満員です。彼らの視線の先には栄光のスーパーカップが飾られています。鉄壁のディフェンス陣からクオリティの高い攻撃陣、素晴らしい攻防を期待しましょう。ウェファースーパーカップ、ファーストハーフキックオフです。ウェファースーパーカップ、マドリー対マンチェスター、解説北澤さん、実況ジョン・カビラでお届けしてまいります。北澤さん、よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。ベイルからクロスボール、ロナウド、このボールはちょっと勢いが足りませんでした。ちょっと焦っちゃいましたがね。そうですね、ワントラップで打っていくにはボールの置きどころが悪かったようにも見えますけどもね、はい、なるほど。このファーストハーフ最初のコーナーキックはマドリー、どうする、トニクロースからモドリッチ、イブラヒモビッチ、トニクロース、ここは奪います。トニクロースからクリスティアーノ・ロナウド、アレクシス・サンチェス、前半の3分の1が経過しました。さあ前半ここまでは両チームともに0対0のスコアです。アルバハル、ここで受けて、ふわっと裏を狙う、このボールはクリスティアーノ・ロナウド、さあどうする、さあ左へ預けて上げる、シュート、シーマーが、これは素晴らしい反応でした。いや、これぞ守護神ですよね。素晴らしい反応ですね。マドリー、コーナーキック2本目、マルセロ、マルセロからイスコ、マルセロ、攻撃の際は常にチャンスを狙っている選手です。フリント、ペライニ、ブリント、ブリントからアーチのようなパス、ブリントからアレクシス・サンチェス、コーナーキック、頭、マドリー、完全にディフェンスが一歩遅れた形になりました。しかし惜しいシーン、まあ、ディフェンダーに寄せられてましたけども、シュートまで行きましたよね、はい、けど悪い選択ではなかったですよね。なるほど、
少しルーズになる。フェライニ、ジョーンズ、イブラヒモビッチ、イブラヒモビッチからフアンマタ、ここでレフリー笛を吹きました。前半が終了します。前半0対0。さあ北澤さん、前半ゴールネットを揺らすシーンは見られませんでしたね。せめぎ合いの状況でも攻撃の糸口を少しでも見つけようとしていれば、はい、この後優位に進めていくことができますからね、はい、そういった意識を前半で持っていたかどうかでしょうね。なるほど。45分後、 A 校と B 州に酔うチームはどちらなのか。まさに雌雄が決するその瞬間、しかと見届けたく思います。得点は動かないまま後半を迎えます。さあ後半、マドリーとしては攻撃の形はできてますからね、後半も続けていきたいでしょうね。ふわっとしたボール、さあ左サイドへ、ポグバ、クアドラ、クアマタに渡る、ベイ、トニクロース、まず1本で裏という選択肢もありますね。フェライニ、フアンマタ、イブラヒモビッチ、激しいボールの奪い合いです。ナチョ・フェルナンデスがここはファールを取られます。イエローカードです。対応します。トニクロースがかなりきついプレッシャーを受けていますが、北澤さんどうご覧になりますか。まあ縦パスで打開されるのが嫌だという理由じゃないでしょうかね。彼は今日中盤の底からパス回しによく絡んで攻撃の起点になってますからね。相手としては嫌な存在ですよね。そのままキーパーが抑えました。イスコ上がっていく左サイド、スペース出ましたね。いいボールでしょう。クリスティアノ・ロナウド、ゴールですよ。ゴールに向かっていく。フェライニ、マンチェスターがこの時間帯中央の守備をがっちり固めているという印象ですが、どうご覧になりますか。いや、クロスからの攻撃を警戒してますよね。しかしゴール前をがっちり固められると一見攻略するのが難しそうなんですが、北澤さん、こういった場合どういう攻め方が効果的なんでしょうか。まあ方法はいくつかありますけども、例えば遠目から積極的にシュートを狙ってみるとか、サイドから浮き球ではなくマイナス気味に折り返すとか、そういった工夫が必要だと思いますけどもね。単純なクロスだけでは相手の想定内ですからね。はい、バリエーション、それが問われるところですね。そうですね。フェライニからこのフィードパス、ベイル、ここはカットします。いい攻撃でしたけどもね。危ない、ポグバからスモーリング、シュート、シーナーが、いやファインセーブです。いや素晴らしいですよね。ファインセーブですよね。ここで見せてくれました。マンチェスター選手を変えるようです。どこに出してくる、シュート、防ぐ。いやいい反応でしたね、北澤さん。いやファインセーブですよね。よく止めましたね。これ好セーブを見せました。再びコーナーキック、どこまで行ったんですけどもね。あとワンプレーあるかな。
サイドのスペースへ走らせる。カウンターを仕掛けていきます。抜けてくる。旗は上がっていません。ルーズボールになる。ポグバ、ここで後半終了の笛です。90分間で決着つきませんでした。さあ前後半の戦いが終わりました。非常に緊張感の高い状態で90分戦ってきて、はい、そしてさらに30分戦うわけですから、はい、ここは体力勝負になってきそうですよね。そうですね。延長戦です。あっという間の30分になるのか、長い30分になるのか、目が離せません。期待してまいりましょう。意地と意地のぶつかり合い。サイドを縦に走らせます。うまいですね。中央へ、クリスティアーノ・ロナウド。素晴らしい反応でした。セルギオ・ロメロ。そうですね、ディフェンダーは完全にキーパーに助けられましたね。これマドリー3本目のコーナーになります。長いボールを振ります。バラヌからクリスティアーノ・ロナウド。さあカウンターのチャンスになります。クリスティアーノ・ロナウドからスペースに出る。これはよく触りました。さあマドリー、コーナーキックが続きます。マドリー4本目のコーナーキックです。キックです。ここで延長戦前半が終了します。さあ依然0対0、膠着状態が続いています。このまま試合は終わってしまうんでしょうか。残りの15分で何かが起こるんでしょうか。延長の後半スタート。お互い納得のいく試合になるのか。クワンマタ、クワドラ、クワンマタ、これ入りましたよ。これはつながりません。マンチェスターとしては先ほどからいい攻撃は見せてるんですけどもね、なかなかシュートには結びついてないですよね。起きましたよ。ディフェンスをものともしません。絶好の位置で受ける。チャンスを演出できるか。あーっとまだある。シュート。惜しい攻撃でしたけどもね、このまま終わっちゃうかな。マルセロ、クワドラード、体を張ります。弾かれてしまいましたが、コーナーキックへと続きます。いや、踏みどころですよこれ。ラストチャンス生かせるか。両者譲らず、ここで笛。勝者は PK によって決定されることになります。延長後半が終わりました。いかがでしたか。かなりの打ち合いになってましたよね、はい、お互いに疲れていたのもあったんでしょうけども、ゴール前の寄せなんかを見てもやはり甘くなってましたよね。そうですね、まあ、PK っていうのはね、非常にどっちが勝つかって難しいですけどもね。見てまいりました本日の試合。延長前後半まで戦いましたが決着はつきませんでした。しかし勝者を決めなくてはなりません。最後まで見届けましょう。PK 戦、スタジアムに独特の緊張感が漂います。
ボールが置かれます。さあまずは最初の1本、第1キッカー、まず1本目正確に打ち抜きました。まあ先制は決めていくと有利になりますよね。さあ次のキッカールカク、さあどこを狙うのか、こちらも確実に決めてきました。これで1対1、タイに戻しました。イスコ2番目のキッカーです。どうだ、いや抜かれた、読み切りましたね。さあキッカーはキャプテンアレクシス・サンチェス。どうだ、読んでいます。今のはどうでしょう。そうですね、気の緩みもあったのかもしれませんね。差を広げてくるのか、フォースは止められた。これはキーパーの読み勝ちでしたよね。マンチェスター3人目です。さあどこへ蹴る、これはキーパー見切っていました。キーパーの読みが上回ってた感じですよね。マドリー、ここは引き離したいところ。どうだ、これはキーパーに読まれました。これは読まれちゃいましたね。マンチェスター4人目です。フォースはキーパー逆を突かれます。おっと逆でしたね。トニクロース5番目のキッカー、どうだ、キーパー読み切りました。キーパーの読みが上回ってた感じですよね。後ろからね、味方も見てるんで緊張しますよね。決めるか、土壇場で止めた。決着はまだつきません。サドンデスです。フォースは決めます。キーパー右側、止めるの難しいですからね。キッカーとしてはね、緊張感が増しますよね。サード決められた。サドンデス続きます。さあイーブンになりました。はい、これでお互いもう外せなくなりましたね。外せば終わりのサドンです。どうだ、読み切りましたね。マンチェスター、もう後がありません。決めるか、うわあっさり決めてきましたよ。おっとうまい。突然の死サドンです。フォースは、いや抜かれた。ボンデスになるとね、一つ一つ本当にね、呼吸ができませんね。いや追い込まれましたね。さあどうだ、勝者が決まった瞬間です。なんという劇的な幕切れ。欧州を制した勇士たちが今シーズンを占う重要な試合でまた一つタイトルを手にします。スーパーカップ優勝決定のシーンをお届けしてまいりました。それではまた素晴らしい戦いを期待してお別れとなります。ごきげんよう、さようなら。